あまりにも強すぎる。あまりにも強すぎるんですよね。さ、スッチーピン、スッチーピン引いて、1ジャンと1メンツ欲しいな。あーさ、3ピン引いて、あー、なるほどね。まあ、一応スッチーピンって、あーさ、リーチ入りまして。さあ、じゃあリーチ入りまして、となりましてですか。パーソ、あーさ、リーチ入りまして。さあ、じゃあリーチ6球ピンと、パーソー9番。さあ、そしてこちらが、そうですね、こちら、スッチ、あーさ、あーさ、さあこちらスッチーピン、おいしょい早ない、なんかそんな、なんかみんなそんな順目で転売するこれは手なりでしょ、さすがに金の前やしね、うん、まあピンズもいい形やし、もうスーピンなんて引いちゃったらね、あー、もう手なりピンフリーチみたいなあー、どうですかね、まあ3層とかスーピンとかね、まあ、引いて、まあ、いい感じにしたいかなーっていうところではありますけどね、まあそう、まあ、これ台戦とかじゃなかったらね、普通に今ピンズ多いかなって感じしますけどね、まあ、ピンズ切っていって、まあ、総数で寄せに行くかなって感じしますけど、うん、まあそしてリャン、うん、まあもういや、もう手なりとしか言いようがないいや、まあ いまだに手なりなんだよな。ああ、さあそのもんで、さあスーピンポンで、スーピンポン、まあまあ単位はありますね。あ、よかったよかった、金の前からね。さあ金の前、ああ、さあリャンピン、リャンピン打ちましたか、リャンピン。ああ、さあポンポン、さあポンポンしまして、いや神ちゃんも強いけどね、神ちゃん、ああ、いやこれ痛いよ、これ痛い、 EP 引いちゃった、ああ EP 引いちゃいましたね。ああ、さあそしてカンされまして、いやこれウーピンローピンもきついね、これね、という意味がスーピンもカンしちゃってるんで、いやー、ちょっときついね、これ、やっぱり、うん、1日3ミスターも痛いし、トイメンが、スーピン関しても痛いし、まあ、どうしようかな、みたいな、まあ、渋々ね、まあ、そうずかな、みたいな。さあ、そして、神茶が、神茶ワンチャン大三元とかありますけど、あー、さあ、手前取らない、手前取らないですね。手前、あー、だかさあ、缶入りまして、さあ、初消えまして、ちょ、大三元がなくなって、さあ、大三元なくなって、さって、こっちはテンポ、あーさあ、ポン入りまして、さあ、相手も、あーさあ、スッチーソー、スッチー、あーさあ、初短期、さあ、初短期、スッチーソー、小三元。いや、神茶、100万か、あれ。神茶相当強いけどね。うんで、こっちがイーシャンテンですね。ワンチャン中連とかありそうですけどね。3層とか、あーさあ、いけない。3層がだって、残り2枚あるからね。で、ロー層が1枚。あーさあ、アイテンパ、アイさあ、中連。中連テンパやけどね。あーさあ、変わりません。いや、中連もうないんですよね。さあ、あーだーチャンカン中連とか。しかもそれね、数巻流れない中連ポート。すごいな、これ。はい、玉の間あー、やった、それはやったよ。それは天砲積もってるからやったよ。あ、でもなんか、まあそうですね、他に手役がないから、まあまあまあ普通の天砲かなって感じ。全然良くないですね。いや、まあ全然良くないっていうか、まあまあピンズで染めれば、まあ強いかなっていうところではありますね。まあそう、まあ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 、パーソン打って、まあ、いやだって、そう、いやあんまりね、まあこっからピンズ、まあズバズバ引いてくれたらまあ嬉しいですけど、さあ、国士に行きましたか ?1、3、5、6、7、8、9、九州、いや九州ってことは最初7州ぐらいで、ね、最初7州ぐらいからそんな国士、いや、行かないですけどね。そんな7州からね、ズバズバ国士無双できたら、うん、その苦労せえへんわっていう話ですけどね。まあ今で、12週あれ、うん、なんか、12週あーさあ、13週あーいてんばいあれ、こんなんやったっけなんか、ハイパイ7週か8週ぐらいやったと思ったんですけど、なんか13面待ちなってる緑多いですね。なんで、まあ、留意層にしたいですね。まあ、リャンソーパーソーね。リャンソーパーソー引いてほしいところではありますけれども、スッと、はい、スッと引きまして、これは完成しましたね。ただですよ、ちょっとね、そのネックなのが、神茶が2差しで持ってるんですよね、そうそうね。2差しで持ってるってことは、あそこ崩さないんで、さあ、パーソー積もりまして。まあ、大勢なんでね、さすがにあの想像部長とすとかしたいんで、まあ、ちょっときついかなーってとこではありますよね。だから、まあ、自力で引かないとね、まあ、ちょっと厳しいかなってところではあるんですけど、2468。まあ、でも結構ね、いますけど、スッと、はい、スッと行きまして。さあ、あと3ピン、テンパイですね。また、逆、ああ、さあ、つもぎリーチ。さあ、つもぎリーチどうだ?あと、さあ、3ピンがちなみに言うと、山に2枚いますね。まあ、山に、で、こちらがどうでしょうか。まあ、ローソーかパーソー、リャンソー。まあ、どっか行きたいです。まあ、次あたりね。まあ、次あたりでーす。スッと、テンパイ。なんでこんなスパスパ引けるなんかもう、適当にスッスッスッ言ってたら、なんかスパスパ引くんや。さあ、どうでしょうか。ちなみに、さあ、リーちゃん
じゃない。さあ、ちなみに、やばい、もう残り1枚しかない。いやー、これきついね。もう残り1枚しかないからね。しかも、神ちゃんの間違い2枚あるんでね。いや、2対1ちょっと分が悪いですね。まあ、できればリアンスを積もりたいところでは、まあ、残り1枚しかないっていうことは、その1枚積もればいいってことなんですよね。数あんこ、まあ、ちゃんとね、ロンじゃなくて積むんでね。ちゃんと数あんこもつけてきましたね。はい、玉の、さ、カンパーミン、さ、全員まで、でも、そうですね。まあでも特に手役がないから、まあ普通の地方かな。うん、別にそんなに強くない地方かなって感じですね。白のみじゃない？泣いてね。白ドライチ。白ドライチじゃないかな。まあ、玉の間ですからね。まあ、そんなに無理はしないかなって感じ。まあ、トイメントね、点数競ってるんですよね。神茶がめちゃめちゃトップなんですけど、だからまあ、ここは、まあ、軽く当て、まあ、次ね、次親番で、みたいな感じかな。うん、さあ、さあ、でも、映えさ、シャボイ取りましたね。このシャボ取りね、結構ね、なんかいいっすよね。この、なんか4巡目なんですよね、これ。4巡目やから、シャボで取る。さあ、でも、リーチ2、もうリンシャン解放三案行動、いやでも全然大丈夫。8 実はね、6って14なんですよね。自敗めちゃめちゃ強すぎる。シャー引きたいですね。次でここでーす。ペー、まあペーもいいんですけど、もちろん。もちろんいいんですけど、ペーはね、ポンできないからね。だからできれば、まあ、シャーの方が嬉しいかなーというところではあるけど、まあ、ここでーす。ペーなんよな。まあでも、このペーはいいですよ。このペーはいい。あんこったことによって泣く必要がなくなったから。さあ、リーチ入りまして。さあ、じゃあリーチ入りまして、ペンチーピンですね。さあ、ペンチーピンはトイメンが2枚持ってるだけですね。で、こちらが、スッ、さあ、と登りまして。さあ、シャー撃たない。スーアンコ、テンパイだけど、シャー撃たず、で、もう完全にもうダブルとかトリプルとか。さあ、狙いに行った。さあ、じゃあ行くよ。テンパイ。さあ、また強化。積もればね、少数し、追走数アンコだったんですけど、まあ、ここはまあ妥協して、まあ、9万6000かな。はい、銀の間。さあ、ダブル1。あまや、天砲すったね。さあ、チュンタ、9万短期の方がね、良かったんじゃないかなって気はしますけどね。まあ、9万誰もいらんから、まあ、チュンとかはね。ワンチャンスの持たれってのは出ない可能性とかもありますから、普通に9万の方が良かった。まあ、でも、本質が、まあ、でもやっぱりね、本質つけたいよね。そうなんですよね。9万待ちだとやっぱり本質がつかないから、まあ、ちょっとそこがネックなんでね。やばい、ちょっと芸術点を求めましたね。